内藤頼康は、信濃高等藩の、第七代藩主。高等藩内藤家十二代。完成十二年、第六代藩主、内藤頼の三男として生まれる。兄、大広氏が廃着されたため着手となり、文政三年に、父の隠居により、家督を相続した。文政九年六月十七日、創社番に就任する。天保十一年三月二十四日。 若年寄りに就任する。博学多彩で、書画や洋曲、農学、作動に通じていた。反省では、産物解所設置による産業省令、学問の省令、日田開発計画、反直への創園経営などに手腕を発揮して、反省改革を進める。しかし、百姓一揆が発生するなど、反省は不安定であった。 幕末期に政情が不安定になると、頼り安は幕府に日米関係に関する上申書を提出した。また松平義長や島津成明、東道家など多数の大名との交際もあった。日本の軍備の遅れを痛感し、江川栄流らの助けを得て、藩の軍備を西洋式に改めて領内で訓練をした。他にも文人や武人を多く招兵して、 藩の文部の発展に寄与した。自らは、魚釣りが趣味で、深川の下屋敷の池に海水を注入して、多くの魚類を育てて、楽しみ、信仰の深い所大名も自らの屋敷に魚を放って、来訪を待った。だがより安より、権力のある大名の来訪する際には事前に魚に、餌をやり、魚がかからないようにしていたというエピソードも伝わる。 天保十二年七月十二日、若年寄りを辞任する。安政六年七月十一日、隠居し、七男、より直に家督を譲る。文久二年に没した。頼り安は、魚立候子の木村兵衛が借金に苦しんだ時、それを肩代わりしたり、藤堂家との関係は、かなり深く、早々時には、藤堂家の藩士が、 その行列を敬語したと言われ、多くの才能や学識を持った名君と伝わる。ありがとうございます。